ペットボトル。ルビーより価値はない。ちょっとね、そう、リズム。難しいけど楽しい。アマゾンプライム。難しくない。車。曲がり角には気をつけないと。マニョ本舗。ポケットの中に入ってる時たまにない。むずいけどいけるかな。ああ全然大丈夫だと思う。知ってればね、これ知ってればわかる。知ってればわかる。コビックスイッチ。コビックスイッチか。コビックスイッチ、地下牢に入った時によく目にするもの。って映画とかでね。あ、レクソ。レクソ、よく知ってんな。レクソ、そんなに疲れてない時でも実際あったらみんな食う。末期梱包法、法律から出しました。宇治山時代にめちゃくちゃ建設された時に大砲が何個か用意されてたの。それが昔はもう100機ぐらい生産バーって追いつくところを、もうそれの生産期間が長くなっちゃって、はい、どんどんキャンセルがついて今では2号しかないんです、はい、高橋健吾。高橋健吾、5万人に1人と言われた難病を抱えながらも、自分で地道な活動で、エリートじゃないんだよな。あ、そうなんだよね。普通に頭勉強をめちゃくちゃして、そうそうそう、病気と戦いながら。あれ、青空教室だったらしいしね。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。そこまで知らなかった。ちなみに松ぼっくりが好きなんだ。やば。じゃあスポーツ選手から行こうかな。サッカー選手。あ、サッカーわかんない。わかんない。サッカーマジわかんない。あだ名でもいい。あ、全然いいよ。あだ名の方がむしろわかるかも。バジル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 。あだ名。あだ名。ジェイソン。ジェイソン。ジェイソン F バジルじゃなかった。